はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、診断で実装された、ライフハックという謎カードご存知でしょうか。このカードね、めちゃくちゃ脳筋カードなんだけどこれめちゃくちゃ基礎デッキいっぱいできるんだよね。これね、1番2番の効果あってそれぞれ使えるんですけど、1番の効果でフィールドの表が表示モンスター相手対象にとって、そのモンスターの攻撃力を相手のライフと同じにするよっていう。だから大体8000じゃないですか、相手のライフって。だからいきなり8000にできるんですよ、打点が。モンスター何でも、相手のモンスターでもいいし、自分のモンスターでもいいし、どのモンスターでもいいんだけど、打点8000とかにできると。でこのターン相手が受けるダメージがゼロな、あ、半分になっちゃうよっていう効果ですね。で2番目は、墓地の粉を除外すると自分のライフと同じにできるよっていう。だから一応1番の効果で相手のライフの数値をコピーした打点にして、で2番の効果で自分のライフを、コピーした打点にするみたいな感じなんで、なんかまあ最大モンスター2体を8000とかにできるみたいな感じですね、イメージ的には。で打点8000にできるってかなりやばいじゃないですか。まあ、もちろんダメージが半分になっちゃいはするんですけど、これ今日はちょっとね、どうしてもやりたいコンボがあって、ライフハックを何に打てば強いかって話なんですよね。まあもちろん何言っても別に強いんですけど、8000になる、なるんだから。リリカルルスキニア、アセンブリーナイチンゲールっていうマジ激ヤバモンスターいまして、これダイレクトアタックができるんですね、このモンスター。でしかも素材を持っているこのカードはその数だけ1のバトルフェンジに攻撃できるということで、これ2体とかを素材にしてエクシー召喚すると2回直接攻撃ができるんですよ。でそいつが8000で殴ってきたらどうなりますって話なんですよ。8000、まあもちろんダメージ半分にはなっちゃうんですけど、要は8000のダイレクトアタックが4000のダイレクトアタックになっちゃうんで、4000ダメージしか入んないんですけど、これよく見てください。このモンスター2回投げれますよね。関係なくないですかダメージ半分になったところで2回投げれば関係ねえって話あるんで、このライフハックを、LL アッセンブリーナイチンゲアにぶち込んでワンキルするっていう、このね、クソみたいなムーブをね、今日はやっていきたいと思ってます。で、まあ、何にのデッキから出してもいいんですけど、アセンブルナイチンゲールとかピュアリーとかでもいいし、なんかレベル1並べは別に何でもユベルとかでもいいんだけど、まあちょっと今回は適当になんか誘発受け結構強いなと思ったんで、なんかスネークアイにしました。スネークアイでなんか相手の誘発打たして、でなんか適当にレベル1並べて、で殴っていくっていうだけです。まあライフハックはちなみにこれゴミではないから、一応使えるカードだから、これ普通にそのいつ打ってもいいから、このカードって別にその LL1 キル使えなかったとしても、相手に殴られるときにコンバットトリックとか使えばいいし、例えばメインフェルシーローバトルフェイズって言ってマスカライナー殴ってきましたみたいな、相手がねマスカライナー殴ってきましたみたいなときも、なんかコンバットトリックでライフハックでマスカライナーの点8000にして返り討ちするみたいなこともできるんで、これはね可能性の塊ですよ、このカードは。めちゃくちゃ強い。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。あー、ハンドはまあ悪くないぞ。悪くない。いけるワンチャンある、マジで。これ、クレシア。白の聖女、セクレシア、ちょっと G 投げるわ。ガンマケア。デッキはガンマ入ってるから、問題発生する。で、チェーンして、セクレシアの効果発動する。バケヤ、オッケー。で、バケヤ効果、トークンで、これ G は通ってるな、つまり。G は通った、オッケー。まあ、ただちょっと、双剣、暗転セットされてエンドのパターンかな、これは。はい。まあ、だから、まあ、2枚はドローできそう。言うて2枚はドローできそう。はい。はい。で、石器章出てくる。いやー、ちょっとこれ、いらねえな、今、指名者は。指名者系、今、ちょっとマジでいらねえ。で1枚ドローをで、はい、で石書効果、まあ、暗転持ってくる。で暗転セットして、流送権限、なるほど、暗転持ってるのかもう。で流送権限、はい、久しぶりに送金当たったな。で龍炎オッケーです。あ、展開してくれるんですか。あ、マジっすか。やった、なんか増字中だけどなんか展開してくれるらしいぞ。いや送金、あ、ライハック来たいや、なんか双剣そんな、あ、無限ボイも来た。あ、神あ、神、はい大丈夫、双剣さん、こっからなんか展開持ち直すことできましたっけ。
あ、そうなりますよね。なるほど。ってことは、あとは、まあ、スワノクセカード2枚をなんとか頑張って使わせるしかないな。いらねえ。マジいらねえ、ニビル。では、まず、かがり火を発動します。で、かがり火効果発動して、で、スネークアイエクセル持ってくるべきか。スネークアイエクセル持ってくる。で、まあ、無限包容とかはさすがにあると思うんですよね。さすがに。さすがにあるでしょ。さすがに。1枚くらい。あ、そうだよね。オッケーオッケー。無限包容オッケー。まあ、一応抹殺打って、はい。まあ、もう一枚無限包容打たれたら、まあ、余裕で多分、貫通できると思うから大丈夫ですね。はい。現在法ありますし。はい。で、無限包容除外。向こうにありました。あの癖が何だろうな。で、ポプルス。であとは一応こっちもニビルケアしないといけないんで、ニビルケアしてワンキル取りに行きます。ニビルケアワンキル。これチェーンないね。なんかブラグランかな、あれ。なんか双剣暗転とかなんじゃない。さっき双剣暗転、サーチしてなかったから、多分あれ双剣暗転だな、あれ多分。あのセカード原霊族になって打てねんだよ、双剣暗転って。だからニビルケアしてこれランク1にします。レベル1のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚。リリカルルスキンやアセプレイナイチンゲール、これはだからダメ捨てで使えるから、ちょ、一応邪眼神殿発動しよっか。邪眼神殿先に発動した方がいいのか。最近スネークアイ使ってなさすぎて展開わかんねえ。スネークアイオークを置いていいんでしたっけ、これ。あれどうすんでしたっけ、これ。いいのか。で、バトルファイズ、うおー、ナイチンゲールアタック。ダメ捨ていいっすか、自分。ライフハック発動、打点8000。はい、対戦ありがとうございました。アッセンブリーナイチンゲールムッキムキ。いやー、うらら、ダブルうららね。ダブルうらら、ダブルうらら。これちなみにライフハックが、でキル取りたい都合上、ちょっと完全に後手取ってやってるんで、割と誘発はいっぱい入ってはるつもりなんですけど、ちょっとこういうかぶり方されると普通にうざいですね。バレモニカインビターレ。うららですか。インビターレちゃんにうらら打つ。まあこれで止まっていただいて、うわあ。いや、クソ脳死で打っちゃった。クソ脳死で打っちゃった。ちょっと待って待って、ちょっとやばいですね。それはやばい。ちょっとさすがにやっちゃった、これ。ガンマケア怠ったやべえ、これ視聴者から叩かれる、これ視聴者から叩かれるやつや、これ。いや、これアクセルバロネスまで来るか、これ。あ、マスカレーナの方なんか、なるほど。マスカレーナ OK です。マスカレー了承。いや、でもこれあれだな、アルテミス、はい、アルテミスで回収で P で持ってきて加えて、はいはい、で効果発動します。 OK です。で、回収されるのが、シェルターね。あ、 OK、 了解。でシェルター効果ダメージ受ける、これ多分ね、あいつまではいかねえな、あのリンクモンスターのなんだっけ名前、バルモニカ、ちょっともう名前忘れました。ただダメージ受ける回復するってやってカウンター乗せて、あ、戦慄か、 OK、 戦慄、あー、そうかそうか、まあ、リンクモンスターいかねえから多分これ戦慄セットしてんのかな。戦慄無限包容だね、確か。戦慄無限包容。OKOKOK、了解。バルモニカいる状態でとだと両方発動できるけど、いなかったら1個しか発動できないから、まあ、無限包容実質。で、ディアベルスター、了解。ちょっと待って、これ、マスカレーナと無限包容を超えなければならない、まずは。ちょっと待ってくださいね。クロマジョディアベルスターを特殊召喚取りあえずします。で、うららをぶん投げまして、もうこんな幼女はいらない。で、ディアベルスターを爆発させて、で、ディアベルスターの効果増。でこれはマスカレーナを、処理しに行きたいので、まあ、これ反逆の財宝セットして、でこれバトルフェーズと言いましょう。まずそうすると多分あいつマスカレーナ使ってくれるんですよね。無残にもこれマスカレーナが吹き飛んじゃうだけなんで使わないとね。あ、そうだよね、まあ、これ使うしかない。使うしかなくてマスカレーナ使って、でリトルナイト出す。でリトルナイトで、まあ、どっち除外されてもまあいいか。どっち除外されても妨害は踏める、実質妨害は踏める。あ、でもこれあれか、これで
ちょっと表側、あ、そっちか、危ねえ。表側除外されたらちょっと普通にコストなかったわ、表側の。でメインフェーズ続きます。でこれ無限法要だよな。あとはリトルナイトに注意しながら展開すればいいから、現在法スネークアイの効果使ってディアベルスターを、特殊召喚のコストにしてしまって OK で、エクセル特殊召喚でエクセル効果、多分ここ打ってくると思うんだけどな、無限法要。ここリトルナイトっていう意味わかんないことしないでしょ多分。ここ先、あ、そうだよね、 OK で戦慄のバルモニカで無効になる。でスネークアイエクセル無効になりました。あとは効果使わずに行けばいいんで。ダメ捨ては多分リトルナイト使えないから、効果だから大丈夫なんですよ。モンスター効果とか魔法トラップカード使ってもダメ捨ては。でこいつ効果発動せずに普通に特殊召喚できる。でレベル1のモンスターにオーバーレイエクシーズ召喚レガルスピニアアッセンブリーナイチンゲール、バトルフェイズいきまーす。はい、ダメ捨て自分でいいですか。ライフハック発動ゴー。70002連打対戦ありがとうございました。このワンキルゴミすぎるだろマジで。やっぱサーチがねえから引けねえんだよな、ライフハックは。ちょ、なんかアイディアカードすぎてめちゃくちゃ面白いんだけど、ライフハック結構面白いカードだからさ、ライフハックってさ、なんかいろんなことできるんだけど、ちょ引けねえんだよね、まずまずね、ちょっとね、一応三投してんだけど、今回3枚投入するっていうのが頭おかしいことしてんだけど、ちょっとね、引けないです、普通に。シンプルに引けねえ。ただね、割とね、相手のモンスター返り討ちにしたりとか、なんか、奇襲かけられるんで、やっぱコンバット力できるからね。で、これめちゃくちゃ強いですよ。トイボックスいいね。マジシャンソウルズいいね。で、その動き強いよな。このトイボックスで置いたカードをさ、このマジシャンソウルズのコストにして2枚ドローしながら特殊召喚でいい、この動き。これめちゃくちゃ強いっすよね。さあ、謎のカルテシア入場効果で、あ、グランギニョルどうぞ。はいはいはい、なるほど、よくわかんない動きしてんな。でグランギニョル効果なんだ、このなんかトイボックスカルテシアデッキ。まあ一応光属性のレベル4モンスターだったら何でもサーチできるんでね、トイボックスムーブってね、これ強いですよ。そっから炎の質強っ、やば。2体のモンスターで天翔のコーディネーラル来たー、やばい。なんかめっちゃ送りつけようとしてない、サイレントボビー。あ、出た、相手の盤面に送りつけられるやつ。あー、いらねえ何を蘇生されるのこれ。ちょっと待って、トイタンクって何これ。レベル6以下のモンスターを特殊召喚、なるほど、よくわかんねえことしてんな。あー、おい、いらないって、いらないって、それはいら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 、お前それ禁止カードやんけ。おい、まんだよ、ふざけんなよ。ちなみにまだ禁止ではありません、今北津エビ現在では。もうちょっとで禁止になるはずです。ちょうどマジニートさん8月の8日だっけな、で禁止になるはずです、このゴミモンスター。マジゴミだよこいつ、だから禁止されんだよ。くそ、タイタニックギャラクシーで自爆特攻の道も消されてしまったくそ、俺のいいの自爆特攻からの展開の道も、なんかその大体ギャラクシーってなんか攻撃誘導効果持ってる、ちょっと隠したところがね、魔法無効だけじゃなくて、なんかその殴るときに自分に殴らせるっていう効果あるんですよ。だからこの2200で守備2500にどつくしかないっていうね。そうすると移動自爆特攻させることもできないので、これ非常にやばいです。はい、非常にやばい。うお、反逆の財宝超マジ移動押し込むぜあ、ですよね、すいませんでした。クソモンスターや、クソモンスターや、二度と帰ってくんじゃねえぞ。ていうか運営1個言っていいか、お前井戸以外にも特殊召喚封じるモンスターはいるからな、覚えとけよ